ちょっとエッチなアドベンチャーゲーム始めましょうか。はじめにこのゲームにはエッチな表現があります。エッチな描写はご容赦をお願いいたします。それではゲームをお楽しみください。なんか映画が上映されるみたいな感じだな。お、始まったね。ほらほら、こうやってしてんじゃないよ、働きな。そうだ、俺はここで働いているんだ。めんどくせ、帰りて。なるほど、職場ってことね。すごいとこで働いてんね。はあ、だる。どうせ不愛系だから、俺は適当にやっとるぜ。あいつさっき事故で足やっちまってな。金がないから医者も呼べねえんだ。あんたもいざった時はどうする。人思いにやってほしければ、遺書の一つぐらいは残しておけよな。これ、いてよ、お母ちゃん。なんかものすごい劣悪な環境で。とっととそこの箱、ミナロレールに運んでくるよな。これ、あ、俺がやるんだね。働きたくねえ、5000兆円欲しい。俺がやるんだ。なんで俺はこんな仕事、まあな、こんな仕事って、まあ、その労働でさ、まあ、いろんな仕事、どの仕事も立派なことなんだけどさ、この世の中に何百年と続く女だけの世界があるらしいんだよ。なんじゃそりゃ、行ってみてよな、忍び込んでめちゃくちゃにしてよ。まあそこに行くっていうのが、あのこのゲームの趣旨っていうか、そういうタイトルだったからさ、あのそういうゲームね、やるつもりで、なんかウキウキで始めたんだけどさ、なんで地下労働施設みたいなところでさ、怪事みたいなことをさせられてんの俺な。こんな仕事したくねえよ。いろんな仕事があってさ、そのどんな仕事でも社会に役立っててさ、大事なことだと思うよ。胸を張る、あ、なんかドッキリマーク出てる。でもさ、こんな仕事、サンユリコを受け取った。これポチかよ。ペリカじゃねえかよ、おい。ふざけんな、こんなところも早く逃げ出すんだ。またこれやるのかよ、俺。こんなちょこちょこ、ん？ちょっとエッチなアドベンチャーゲーム。あ、もう、あれなんだ。メニュー画面とかないんだ。じゃあこの3ペリカ集めた意味ねえじゃねえか。今日の仕事を使いで帰ります。もうさっさと帰ろう。もうこんな仕事やってらんねえ。なんだこのボロボロな家は。ただいま、お帰り、疲れただろう。家ももう貧乏なんだ。今日の稼ぎはこんなもん、三ユリコか。まあ仕方ないことさ。でしょでしょ、大変なんだから。そうそう、これからハロードにお客さんが来ることになっているんだ。俺に？一体誰が来るっていうんだ？彼女のところから友達すらいないんだけど、お城からいらっしゃるんだ。失礼のないようにな。お城から？俺何も悪いことしてないよ。貧乏が悪みたいな、そういう話だろ。はい、どうぞ。てか、お父さんは仕事何してるの？どういうことなんだ？ねえ、俺、ん？テレーザ？ミティルニ国の騎士、テレーザと申します。あなた様がハロード様ですか？は、俺がハロードです。はじめまして、ハロード様。厳粛な調査を行いまして、ハロード様は見事選ばれました。厳粛な調査？選ばれた？もしかして詐欺じゃないのか？ハロード、そんな顔するんじゃない。あ、やべ、顔に出たか。と言っても怪しいしな。時にハロード様、ミティルニ国はご存知でしょうか？俺勉強したことないから難しいこと言われてもわかんないよ。そうでしたか。説明いたしますと、我がミティリニ国は女だけが住まう国なのです。え、そんな国が実在するのですか？はい、実在します。実際に私もミティリニ国で生まれ育ちました。国民は皆女同士で恋愛をし、女同士で愛し合い、女同士で結婚します。マジなのか？マジであります。つかぬことをお伺いしますが、子供は生まれてくるものなんでしょうか？残念ながらそのままでは生まれてくることはありません。まさかハロード、まだ子供の作り方を知らないんじゃ。変な勘違いをするな、親父。ですので、こうして提供してくださる聖者様を定期的に探してる次第と。ようやく面白くなってきたようだな。俺が聖者？もうこの設定エロ漫画で200回ぐらい見たよ。はい、こちらで調べましたところ、ハロード様は10年前の流行り病の際、くしゃみ一つしかしなかったとか。あの頃から同じ人のやつが随分と死んじゃったな。そういや、あの時に生き残ったやつらはみんな結婚したんだよな。今も元気かな。他にも生涯何事もなくお元気な日々を過ごされたとか。はい、健やかに育ってくれました。この子は小さい頃に事故で亡くなった妻も草葉の陰で喜んでいることでしょう。なるほど、それで親父と二人きりで住んでんのか。で、そんな健康体の俺にあなたの国に来いっていうわけですか？その子供を作りに。その通りでございます。うん、でも仕事休むお金もないんで。それにはもちろん及びません。聖者様は国としてお迎えいたしますゆえ、何も不自由な思いはさせません。え、それはもしかしてVIP待遇的な。国としてたっぷり料理を振る舞い、聖者様にもてなすお部屋も用意しておりますよ。ま、マジっすか？マジであります。もし問題があるようでしたら、職場には仕事を辞めることをお伝えください。いや、いいっす、あなたは。もう二度と行きませんわ。というわけで行ってくるわ。おじ、元気に殺してくれよ。あ、いってらっしゃい。親父、いいのか？稼ぎ頭がいなくなっても、まあでも、家にも入ってくるのかな、お金。それでは近くに馬車を用意しております。そちらまでお越しください。かなりの長旅となりますので、お覚悟。はーい。そしたらやりたい放題ができるってことだよな。何にも金にも困らねえし。聖者様、お疲れ様です。ここがミティリニ国であります。ここが、地上の楽園ってことか。おいおいおい、おいおいおい
周りは女だらけ、男は俺しかいねえ。最高だ。おい、セーブ、あーセーブか、これか。ははは、いやさ、まあ、まずはうまいもん食った。うまいなあ。あ、飯も困るでしょ。ようこそ聖者様、聖者様のたくましい男ぶり期待しております。いや、それほどね。まあ、最後は中小の楽園じゃねえか。聖者様、ようこそいらっしゃいました。我が国がこしらえた料理堪能してください。王様、どうもごちそうになります。まあ、王様っていうか王女様っていうかな。聖者様のために生誕込められたお料理ですよ。いっぱいいっぱい頑張ってくださいね、ハート。うん、頑張ります。そうだな、料理は全部精のつくものにしてくれねえか。聖者様、食べ過ぎて気持ちが悪くなったらすぐにおっしゃってくださいね。大事なお体、何かあったら大変でございます。そうだよな、もう俺だけの体じゃねえもんな。聖者様、こちらのお料理いかがですか。よいっすね。よしよしよし、どんどん行こうか。あ、こいつな。聖者様、長旅疲れたでしょう。しっかりと食べてご自愛ください。そろそろ席に戻ろうかな。あ、なんかフラグが立ったのかな。聖者様に敬礼。この方も女性だ。本当にここに来てから女性しか見ていない。このミテリニ国は女のみが住まう国。しかしながら新たな生命とつなぐためにはどうしても殿方の力が必要不可欠。聖者様、我が国の少子高齢化問題政策のためどうぞ頑張ってくだされ。少子高齢化問題、わけのわからない言葉を使って気持ちの悪いババアだな。なんかすげえこいつ。オッケーオッケー、任せて、適当に返しておく。なんかこいつ化けの皮が今剥がれなかったか、人格に問題がありそうじゃねえか。聖者様、ご機嫌ようなの。この子はいけないんだ。しっかりと勇気を養ってください。はあ、左側もいけなくなっていると。聖者様、どうぞごゆっくり。聖者様、お疲れ様です。私もかつて聖者様のお力で子供を授かる、うん、あなた様に、あ、なるほどね、昔の聖者様もいた。なるほどな、俺のあの先代の聖者様もいたわけだ。そして、実際に子供を授かった人もいる。これすなわちってことだな。メインディッシュお待ちしてます。さあさあ聖者様、改めてお席にお座りください。うむ、よきに計らえ。おお、これが今日のメインディッシュってわけかい。あー違うのか。なんか今僕早とちりしちゃったよ。なんか君たちが運ばれてきたのかなってちょっと一瞬思っちゃったけどさ。これが毎回聖者様にお召し上がりいただく豚の丸焼きでございます。おーすごい、こんな贅沢な肉料理は初めてだ。静様、これでせよたっぷりと。聖者様、何を隠そう、この二人は先日めでたく結婚いたしまして。ほっほー、ということは子供が必要だよね。はい、そろそろ子供。どちらが産もうとお考えで。私たちでお互いほぼ同時に産みたいなと、いろいろ話しちゃったんですけど、できれば同じ時期がいいかなって。我が国では国として支援しておりますので、同時の妊娠でも安心して生活できるよう制度を整えておりまして、同時出産ってことはもうあれもこれも同時でいいってことですよね。大変だ、過去聞いてない。たっぷり食べてくださいね、聖者様。聖者様には頑張っていただかないと。はい、頑張ります。3P か、たまねら。はぁ、くったくった。この後コスクリってわけか。実は俺チェリーなんだよな。最後にやったのすげえ前だわ。やべ、この前の夜の店にいたばっかりだわ。全部情けねえのしかねえじゃねえか。まあでも情けない俺も今日でおさらばと。聖者様いらっしゃいますか、開けてください。もうかな、はい。っていうかさ、こいつチェリーボーイだったらさ、いきなりなんか初体験で 3P、 何か、この瓶をお渡しいたします。瓶、これから聖者様の精をこちらにお入れください。完了次第受け取りに参ります。え、何かお困りですか、それとも今日は体調が悪いとか。あ、いや、そうじゃなくてですね、はい、これからやるっていうのに出しちゃったら第2発が弱くなっちゃうというか。何をおっしゃいますか聖者様。ん、まさか聖者様はこの国から旅立たれてしまうとでもいいのですか。いやいや、そういうことじゃなくてですね、我らは聖者様に一日でも長く、いや永遠にこの国にいてほしいと考えておりますよ。いや、そういえば僕もずっといたなと思ってましたよ。申し訳ありましたが、これは健康チェックです。聖者様のお体に何か問題が起これば一大事。あ、なんだそういうことでしたか。そうですね、とりあえずは何かと言葉足らず失礼、大変申し訳ございません。いえいえ、僕こそ申し訳ないです。では瓶をお渡しいたします。これになるべく空気が触れないように聖者様の精をお入れください。はい、わかりました。我々は部屋の外で待っております。終わり次第我々をお呼びくださいね。ほんだね、春もどっちに使ってもらって帰ります。でもなんだかちょっと嫌な予感してきたな。じゃあ待っててください。僕すぐなんで、すぐですよ。僕1時間ほどかかります。僕すぐなんで、すぐなんで、すぐ待っててください。もうそこで待っててもらっていいですよ。わあ、くそ。便所は。
便所ってどういうことだよ。とりあえずセーブするか。便所が調べられるな。うん、やっぱり本はいまいちだな。前々回に使った子を使う。使った子、はあ、最近のお気に入りの子を使う。他を探す。本は調べられない。あ、スキベの本。ちょっと考えなさい。本を使う。本は使わず、さっきの二人を使おう。ああ男としての体って立派。私たち初めてなので、ね、優しくしてくださいね。まあ、妄想でな。これで、じゃあ行くか。うん、やっぱり本はいまいちだな。え、ちょっと待って、本を使うとどうなるんだ。本を、使う。どれにしよう。君の瞳とダイナマイトバーリー。もっといっぱい、青春少女のスカートの中、ハート。ん？あ、これも、ああ純白だ。純白な、あはは、それだけか。もうこんなん全部見たくなるじゃねえかよ。君の瞳とダイナマイトバーリー。はっはー、いる。最高じゃねえか。じゃ、これでいたすと。前々回に使った子を使う。最近のお気に入りの子を使う。結局、ここで、まあ、前々回に使った子、ん？名前？みなまで言うな。こういうことなんだろ。みんな好きだもんな、マーシャは。う、そんな声出すかね。うん、やっぱり本はいまいちだな。え？あ、最近？え？どういうこと？まあ、またマーシャにしとく？う、結局声出さないとお前いけねえのかよ。すいません、終わりました。ご苦労様でした。確かに預からせていただきますね。えへへ、どうもご苦労であった、このゲス男。え、まさかもう用済み。あ、なんだ、おい、夢の幕。さあ行きましょうか。は、おい、お前まさか騙しやがったな。ここどこだ。マジかよ。あ、セーブ推奨って書いてある。これは人の骨？なんでこんなところに無造作に？おい、俺、このままじゃこいつらになっちまうってことか。おい、やだよ、俺。ブブブブブー。なんでこんなところに豚がいるんだろう？ゴーゴー。いてて、これ、噛むなって。ゴーゴーゴーがぶしきやり。いて、やめろ、やめろ、助けて。あ、豚の丸焼き。もしかして、あの時の豚って。は、急展開が過ぎる。女だけの国ミーティリー、ちょっとエッチではなくホラーなアドベンチャーゲームだ。そういうことだったのかよ。おい、ようやくどういうゲームか分かったよ。おい、騙されたじゃねえかよ。おい、クソ、開かない。何かする方法考えるに決まってんだろ。どういうこと。マーシャ助けてくれ。マーシャ、違う、それは意味がない。なんかパスワード的なものだな、多分。なんか調べようか、まずは。調べれる限り、ん？ちょっと、なんかさ、この豚さ、それぞれちょっと違わないか、エフェクトが。これなんか意味がある。こいつだけなんか一番さ、綺麗なピンク色。ん？なんでこんなところに豚がいるんだろう。あ、一緒か。もう豚として生きよう、諦めて。豚として生きる？違う、それは意味がない。まあ確かに意味はないな。いや、もうそうじゃねえな、多分。なんか、ん？この豚だけ話しかけてねえよな、まだ。ん？変わらない？一緒か。いや、一緒ってことは分かった。ここに来る前にここのパスワードを調べなきゃいけなかったんだ。だからこの前に戻ろう。こっちで、ほらほら、なんかあるよ。ん？いや、それじゃねえ。それはもういい。さっきの二人、違う。なんかない。人形を使う。どういう性癖？そうじゃねえ。なんか何かを使うじゃなくて、さっき閉じ込められた、全部スケベな本なのこれ。もうどんだけ用意されてんだよ。まあでもそうだよな。あいつらは、男の精子さえ提供されればそれでいいと思ってんだよ。まだ出し終わっていない。ちょっとなんかさっきとのさ、変化だって言ったら、この人形を使う以外ないぞ。人形？え？あ、でもなんか、ブラックアウトして、え？なんの音これ？ちょ、なんか、これなんか何を擦ってる音ってこと？ああ、もうちょっとだ、もうちょっとできるぞ。あ、フォックス、なんでこんなゲームやってんだろう俺。寝よう、もう早く寝よう。ここ変わってる。アイテム。ってかとりあえず処理したけど。
すいません、終わりました。お前どんな性癖してんだよマジでよ。とんでもねえな。でもこれ結局一緒だよね。え、結局一緒だよね。この後やっぱりなんか、この後なんかすんのかな。ん、この部屋にあるものか、もしくはできることを。そうだ、水路が別の場所に繋がってるかもしれない。水路が別の場所に繋がってる。あ、なんか急に現れた。やった、水が別の場所に流れてる。おまけに柵がちょうどよく壊れてる。よし、一か八かだ。え、飛び込むってこと。あ、何でもよかったのかな今の。いろいろ入力したけど大丈夫か。目を開けてくれ。うん、あ、アレックスだと。え、ここあんたは一体。よかった、俺の名前はアレックスだ。そうだ、俺はセイラに飛び込んで、それから意識がなくなって溺れて意識を失っていたようだ。俺の人工呼吸でなんとか息を吹き返してくれた。なんだって。美少女にやってもらいたかったな。他に怪我ないか、出血は見当たらないか。大丈夫だ、骨折もないようだし。そうそう、俺の名前はハロルドだ。ハロルドか、いい名前だ。ところでアレックス、君は男なんだよな。もちろんさ、俺も君と同じく下にチンチンをつけて生まれたんだ。お、おう、聞くけどここはミティリニだよな。他国にまで流れ着いたとは思えないんだが。そう、ここはミティリニ城の地から。少し歩けば怖い兵士がたくさんいるぞ。困ったな。ところで、なんだい。ミティリニは女だけの国のはず、君は男性にも変わらずなぜいるんだ。それはハロルドと同じ理由だと思うよ。同じ理由か。子作りと呼ばれてきた。そう、みんなそういうことで来ているはずだ。しかし先客がいたとは、つまり二人とも騙されたんだ。奴らは代わるがある男を連れてきては、出すだけ出させて処分してしまうんだ。君の他に正常者はいないよ。うひー、ということは俺もあの人骨の仲間になるところだったんだな。さて俺はこれからどうしようか。おそらく生きて返してはくれなそうだし、まずはゆっくり休むがいいさ。でもとりあえず仲間になってくんねえか。俺だけがハロルドの味方さ。お、お、こいつもなんかちょっと怖くね。俺だけがハロルドの味方さとか、なんか、いやまあ多分普通に大丈夫なんだとは思うんだけど。お、鶴橋、こういう場所だし何かで使うこともあるかもな。見ると仕事を思い出して鬱になるな。ダメか。まあなんか後で使うんだろうな。奥かな。お、セーブ推奨。セーブして、宝箱、なんだこれは、中身はゴミ。漁ってみよう。なんか手配書が入ってるぞ。ヘテロックス王国手配書、首借りテレーゼ、懸賞金10億。は、でもさ、こいつなんとかして、でも勝てねえか絶対。読むと別にこの国の手配書じゃないな。ヘテロックス王国って書いてあるし、まあ、ヘテロってことね。あの女はそんな有名人だったのか。つまりノーマルの国ってことだよな。戦争になるだろこんなもんよ。開かないなこれ。蹴っ飛ばす無理。あ、ちょっと待って、蹴っ飛ばす赤文字ってことは、蹴っ飛ばすと何かのエンドに行くんだ。行ってみようか一回。オンドリア。これで、ん、開かないな。オンドリア。あれ、行かないよ結局。いや、オンドレアってしたことによってフラグが立ったんじゃないの。赤文字だったもんだって今。これは壁にヒビが入ってる。工具でってお前、あ、ちょっと待って、普通に階段登るとどうなるんだ。登ってみるが赤文字だ。アレックスが言うには兵士がいるらしいからな。一回これ登ってみようか。あ、見つけたぞ。しま、あ、いや強すぎでしょ。まあでもこっちは武器ないしな、しかも生身だし。なるほどね。これで、まあ、一つのエンド。っていうかさ、これ、バッドエンドがいっぱいあるだけでさ、トゥルエンド一個だけっぽいよな。トゥルエンドなのか、ハッピーエンドなのか。ツルハシを使って、ここを壊すってことでしょ多分。これを調べた後に、ツルハシを調べると、使えそうだな、ってなって、お、ちょっと待って。一旦セーブして、ここなんかドッキリマーク、無視する、こじ開けよう。このツルハシでこじ開けてみよう。だ、いってなんだこれは。あ、びっくりした。ゲーム、あ、違う、ダメじゃねえかよ。この爆発音、ここにいるのか。ちくしょう、バレちまった。逃げるか、戦うか、隠れよ、隠れよ。あ、でもゆっくり来てるってことは、隠れていれば、なんとか見逃してもらえないかな。ここで、隠れていれば、隠れて、いける。なんで登れねえんだバカ野郎。なんで登れないの。どういうこと、下か、見て、あ、アレックス、あ、アレックス大変だ、見つかっちまった。たまたまここ見守りに来てたらしい。仕方ない、この決戦隊に飛び込もう。え、またなの。大丈夫、俺がついてる。もうするしかないのか。行こう、もう言ってる場合じゃねえ、もう来るもん。よし、こっちだ。いただ、なんだこの通路は。道じゃなくて隙間だからな。痛くても我慢してくれな。そう言われても痛いのは初めてだキス。なんかこのアレックスさ、言動が、お、寄せ気な場所じゃないか。ん、ここは地帯安置所、滅多に人が来ないから、とりあえず夜明けまでは大丈夫。
夜明けになったらここ出て一気に逃げるんだ。ここ出るとすぐに場外なのか。その通り、さすがに疲れただろ。まずは休んで体力を取り戻すんだ。あ、本当に疲れたよ。え、セーブ推奨また。ちょっとなんかいろいろあるけど、死体しかないの。特に何もないのか。寝たらいいのかな、普通に。なるほど、ここから場外へ抜け出る位置があるな。暗い間に出る方がいいって気もするけど、何度も水中を漂って疲れたのもおかしから、夜中に森に飛び込むことになっちゃったら、それこそ自殺するようなものだしな。あ、いけないのか。もっぺん行こうとするとかダメか。じゃあもう寝るしかないんだね、結局ね。じゃあ寝るか。さあ、夜明けに備えて。え、でもまだ起きてるってのがある。しかもご丁寧にセーブさせられたよな。何かがある。いやー、でもなんか特に何もなさそうだしな。眠るに入るか。はあ、疲れた。休もう。ハルド、君っていい男だよな。どうしたんだよ、急に。やっぱりモテるのかなって。持ったらこんなところにいるわけないだろ。はあ、そうか。なんか怪しくないか、このアレックス。ハルド、帰ったら何がしたい。別に何もねえよ。よかったら俺と一緒に。あ、なんて言った。いや、なんでもないさ。あ、そう。ねえ、危なくないこれ。ハロルド、なんだよ、もう休ませてくれよ。あ、いや、ごめんごめん。どうもアレックス、怪しいよな。俺はなんてことを考えてるんだ。まさか俺の体を狙ってる。黄色、まさか俺の体を狙ってるんじゃねえだろうな。な、あそういう絵はいらねえから。まさかアレックス×俺ふざけんなよ、気持ち悪い。どうもアレックス、怪しいよな。とにかく今は休まないと。彼の送迎はキャンセルされたらしいからな。お休み、俺。大丈夫？ねえ、本当に大丈夫？え？は？は？は？何これ、骸骨いるけど。は？怖い、怖すぎる。なんなんだよこのゲームはよ。こんなのするつもりじゃなかったのに。ねえ、こんなつもりじゃなかった。俺はただ女の子たちとキャッキャウフフしたくてこのゲームを始めたのに、なんでいつまでかなんかホラーゲームやるはめになってんだよ。おい、ふざけんなマジで。完全に騙されたじゃねえかこれ。しかもなんか奥、めちゃくちゃなんか奥行きがあるんだけど、どうなってんのねえ。これ話しかけたらまたさ、スタート画面に戻されるだけでしょね。どんなに、何これ、マジで。ずっと BGM 怖いしさ、なんか。あ、え、一番奥まで来ちゃった。お前も俺たちの仲間だろ。お前だけ逃がさないよ。あ、イムか。あ、なんで死んでんの。え、なんでこれ。アレックス、お前誰だ。やばい、しまった。OK、これ出しちまった。何をしているってか、アレックスだって死んでるんだ。どうす、水路か、水路に飛び込んだらあかん。ってこれ絶対さ、バトルなんじゃないの、水路に飛び込んの。だから缶オケだ。師匠、誰も入ってませんように。今だ、入れ。誰も出てこないな、おかしいな。この部屋居心地悪いな。それにこの水路、前に聖者を殺したところだしね。確かアレックスとかいうやつだったな。ゴキブリみたいに渋いやつだった。誰もいないな。きっとそう。他の人が来たら中を見てもらおう。そうしよう。アレックスって今さっきまで俺話してた。ふ、助かったか。は？なぜ亡骸がこんなところに。アレックスどこ行ったんだ。俺を置いて逃げてん。違いない、アレックスは悪いやつじゃない。わかんない。でも現実的に考えたら俺を置いて逃げたんじゃないのかな。だってさ、そんな幽霊なんて非科学的なことがさ。さてはアレックスだろ、自分一人で逃げ出したんだな、畜生め。って思っといた方が。ん？あ、でもどっちも選べる。そうだな、何はともあれアレックスが恩人であることに変わりはない。何もできないけど、せめてアレックスの無事を祈ることぐらいはしておこう。そうだよな、そのアレックス助けてくれたもんな、俺のことな。外出ればいいのかな。外出たらさ、なんかもう場外って言ってたよね、アレックスが。あ、逃げ出せてる。これ一応なんかのエンド行ったんじゃない。あるけども道は遠く険しく、体力の限界が訪れるのにそう時間はかからなかった。結局バッドエンドってこと？ちょっと？ああ、志半ば。うわ、もうちょっとなのに。ダメなの？あ、どこここ？ここはどこだ？ちょっと？あ、ちょっと？あ、セーブ推奨って書いてある。
右に右上に男としてお楽しみのようだ。男としてお楽しみのようだ。男としてお楽しみのようだ。君いい男だな。どうだい新人か。よろしくな。男としてお楽しみのようだ。どうなってんだおい。え、さっきの真逆じゃねえかよ。アレックスいるし。やはるな、待っていたよ。アレックス生きていたのか。それにここは何なんだ。見ればわかるじゃないか。男同士が愛し合う空間だよ。なんだって。女同士だけが愛し合う国があるというのに男同士が愛し合う場がないなんて不公平極まらないじゃないか。そういう問題なのか。もう女なんてコリゴリだろ。これから俺たちで目いっぱい楽しもうぜ。もう男同士でいいか。男同士だって拒否する。そうか、ハロルドなら俺たちの仲間になってくれると思っていたんだけどな。じゃあさようならだ。あ、お前には世話になってよ。じゃあ。そうなるわけねえだろ。逃がしてもらえるわけねえだろうがよ、バカ野郎。さっきと同じことになるんだよ。あ、何ここ。ねえハロルドさん、あなたはなぜ男同士をそうも否定するの。私たちと同じように同性同士と愛じゃない。あなたが私たち二人とできると思った時に、あなたの目の前で私たちがキスをする程度のことは少なからず想像したはずや。もしかするともっとあれやこれやるとか想像しちゃったのかもしれないけど、想像しました。女しかいない国、女同士で愛し合い、女同士で結婚する国。ハロルドさんがこれに嫌悪感を持ったなら興味を持ったかしら。嫌悪感を持ったならハロルドさんは私たちの姿を見ることもなかったでしょうね。世の中には青少年への悪影響という妙な建前でわめき出す人もいるわ。それに比べたらハロルドさんはいい人ね。そうかしら。生物において同性愛は苦悩の症状とでも思っていたんじゃないかしら。そういえば面白いことを言っていた人もいたわね。僕が両方妊娠させてあげたいって頼んでもないのに三児のつもりで。もしかするとハロルドさんもレズビアンは治療すべきだと思ってる。いや別にそんな必要はないと思うけど。ふん、でも男同士は気色悪いんでしょ。私たち聞いちゃったの。ハロルドさんが男に体を狙われてるとか勝手な想像をしてるところ。なんで同性の恋がそうやって体と性のことに発展してしまうのかしら。そういうのって誰とでもやりたいものではないでしょう。ハロルドさんは女性なら誰とでもやりたい人なのきっと。だから他人もすぐに人の体を狙うとそのまま追ってしまうのね。へえ、大変な体をしてるのね。私ならそういうのを優先して治療してもらうべきだと思うわ。なんかいろいろ五択を並べられたな。さて、もう意識のない相手に言うことはないが、最後に残したい言葉はあるか。死ね、許して許してください。まあ返事なんてあるわけないか。重いから首だけ持って帰るぞ。結局こいつに処刑されるのかよ。エンドさん、最後に聞こえた声。あ、エンドさんということは残り2つエンドがあるってことか。この後のさ、選択肢でさ、もう男同士でいっか、オールドバージョンもらってくれよ。よし、特別ルームの用意があるぞ。そちらで発出する仕様だ。続くってマジで 4P かよ。それは予想外だったな。大丈夫、優しくほぐしてあげるからな。ああこれどうなるの。あ、 BGM がん。あー、もう結局ここかよ。あ、違う、夢落ちエンドなんじゃないかこれ。という夢を見たんだみたいな。どうなる。あー結局助かりませんでしたってことかよ。これエンド3とか2。あ、エンド2だ。最後の夢ここか。俺はなんてことを考えているんだ。いかんいかん、今俺が無事なのはアレックスのおかげじゃないかっていうことだよね。これを選んでおいてアレックスの信頼度を下げない。結局ここに飛ばされるってことはダメなんじゃないの。結局何も変わってねえんだけど。お前は生きろ。あれ、お前は生きろって言われたっけ。あ、アレックス生きてんじゃねえかよ。アレックスもう起きてるか。あ、元気たっぷりさ。やっぱりさっきの、そうか、あそこの選択肢を変えるところがあるぞ。どうしたんだよ、兵士がこの辺りを歩いてるようなんだ。どうしよう、ここに隠れててもそのうち探しに来るよな。あ、だから俺がステイシーになる。ハロルドは一人で逃げてくれ。どういうことだよ。俺が外に出て兵士の注意を引く。その隙に逃げてくれってことさ。な、お前はどうするんだよ。なに、俺は大丈夫だ。ハロルドが思ってるよりもずっと強いんだ。アレックス、すまない。お前は俺の命の恩人だ。いつかまた会おうぜ。え、二人で一緒に逃げようよ、なんとかして。無理なの、それしかないの本当に。おい、アレックス、いいやつだったなあいつな。なんであいつを信じてやれなかったんだろうな、一周目の俺は。あいつをなんかホモ野郎だと思って勘違いしてさ、なんてことを俺は抱えていたんだ。めちゃくちゃいいやつじゃねえかよ。帰り道は途方もない距離だった。本来歩いて行き来できる距離ではないので当然だ。でもなんか、あ、だけれども諦めなかった。別れたアレックスが今も守ってくれている。不思議とそう思える何かが胸にあったのだ。変わってる、文章が。ということは今回は逃げ切れるんじゃねえのか。今回は
おー、来た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 。はあ、帰ってこられた。どうしたんだい、こんなボロボロになって。説明はちょっと後で、とりあえず何か飲むものをちょうだい。わかった、ちょっと待ってな。もうひどい目にあった。はあ、生きてるって素晴らしいよ。こんなんだったらさ、あの重労働でもさ、1なんか1回で3ペリカでも十分だよ。あっちの方が全然マシだよ。死ぬよりはマシじゃねえかよ。さあ、これでも飲んで一息つきなさい。ふう、ごっごく。ボロボロの家だけどさ、そんな家でも、ん、あれ、なんでこんな、え、親父、お前、苦しい、声が出ない、熱い、痛い、これって、親父、お前もグルだったってこと、ふざけんな、てめえ、この野郎、この家の生活支えてるの誰のおかげだと思ってた、てめえ、最後まで、死んだようだな。慌てて用意した毒薬だったが、お前の方がよく聞いてくれて助かったよ。悲鳴を上げることもないまま死んだからな。これで外に聞かれることもなかっただろう。へへへへ。まったく、お前が逃げ出したと聞いた時は肝を冷やしたよ。今更帰ってきてもらっちゃ困るんだよな。お前の命は俺が売却したんだからな。危うく薬金を払う羽目になっていたぞ。お前だってわかるだろ、生きるために金が欲しいということぐらいな。お前の命で得た金で俺はこの先老後をゆっくりさせてもらうよ。たぶん使えないガキだったが最後に役に立ったな。ハルド、お前はろくに働かない。ちょっと服を汚してくれれば働いて気になる。どうしようもないクズだったよ。そんなクズのお前でも最後に親孝行できてよかっただろ。さてと、始末した証拠にお前の首を見せなきゃならねえ。最後まで迷惑かけやがって、このクソ息子がよ。なんて父親なんだこいつ。ちょっとヘビーな人の命、エンド1なの。ちょっとヘビーなって、ま、H にかけてるってことね。まさかの夢も希望もないエンド。マジで救いようねえじゃねえかよ。せめて一つぐらいさ、ハロルドがさ、平和に暮らせるようなエンドがあってくれよ。はい、ということで、女だけの国、ミティリニでした。完全に騙された。まさかのホラーゲームとは思わないよな。ホラーゲームだかなんだかもうよくわかんねえけど。まあ、とにかく、あれだ。まあ、そんな美味しい話は転がってないってことですね。現実世界と一緒だ。はい。ということで、皆さんも詐欺等には気をつけてください。ありがとうございました。